問が来ていたので、安くて健康的で痩せる献立を紹介していきます。材料はこんな感じ。スーパーや地域によって多少値段は前後します。完成したものがこちらです。バランスよく栄養満点。それでは作っていきましょう。鶏胸肉は5ミリ幅でカット。繊維を断つようにそぎ切りすれば柔らかく仕上がります。そして調味料を入れよく揉み込んでいきます。片栗粉を入れることで鶏胸肉がコーティングされパサつかずしっとり柔らかく仕上がる。ニラは止まっている部分から切ればバラバラになりません。鶏胸肉を漬け込んでいる間にスープを作っていきましょう。こちらはとっても簡単で美味しい中華スープのレシピです。ちなみに僕だけかもしれませんが、溶き卵をいい感じに入れるのって靴ひもの結び方を覚えたての時ぐらい難しいんですよね。ということで完成したので次はエリンギを切っていきます。エリンギを入れることで食感と栄養素をプラスに。そしてフライパンにごま油を敷いて鶏胸肉を入れてほぐしていきます。薄切りにしているのですぐ焼けます。そしてエリンギを入れ炒め合わせ、ニラともやしも入れます。溢れそうですがしんなりしてくればかさが減ってきます。このくらいになったら調味料を加えていきます。はい、もう調味料を入れたら完成です。栄養素もたくさん取れて安くてボディメイクにも効果的です。最近流行りの料理を映えさせたい系男子なので、ワンプレートにおしゃれに盛り付けていきます。ベビーリーフやブロッコリースプラウトは栄養価が非常に高いのですが値段も高いのでキャベツやレタスで代用しても良いです。はい、こんな感じで糸唐辛子を乗せれば完成です。ぜひ皆さん作ってみてください。